さあ始まりました、第29回高さ大喜利クラブです、ザ部長の、ザギースの高さです。よろしくお願いします。ありがとうございます、そしてゲスト、初ラブレターズ、はい、為口さんです。お願いします。為口です。よろしくお願いします。為ちゃんついにね、はい、来てもらいました、はい、そして、ラバーガール飛永さんです。お願いします。お願いします。仲良しのメンツで、そうですね、今日は、やっていこうと思うんですけど、はいはい、仲良かったですか？仲いいね。仲はいい。やめていきなり初心者からケンケンさせないで、まあ、プライベートでそんな遊んだことはないですよね、高田さん。いやそうだけどさ、遊んだことはないけど、うん、でもさ、ほらね、なんかボードゲーム一緒にやりに行ったりとかさ、で、高さクラブの時にもね、うん、出てもらったし、あ、そうだ、そうだ、そうだ、全身番組、全身番組、そう、いや、それ、もう一緒でしょ、だって、いやいや、高さクラブがちょっと高さ大喜利クラブになった、はい、やりたいことが明確に、明確に、はい、ピンポイントで、結局ね、大喜利しかやってなかったんで、そうだ、そうだ、今日もね、はい、いろんな大喜利やっていこうと思います、行きましょう、やりましょう、ここがね、あのメディアプロデュースジャパンっていう会社で、はい、この会議室を借りてね、いつもやってるんですけど、すごい、初めてでしょ、試し、初めてですよ、いやね。いや、すみません、何も喋ること、いや、ちゃん、あのね、会社がヤクルトファンで、あ、ね、そうらしいですね、そうそう、さっき話だけど、そう、チケット、もうこ、これでズブズブになって、チケットを譲っていただけるような関係になれれば、ヤクルトっぽいさ、答えも、ね、そうだね、うんうん、見てる人は別にね、関係ないけど、そこの会社に向けて、接待大喜利を、接待大喜利したらね、はい、そうですね、ちょっとヤクルト要素も入れられたらいいなと、いいね。はい、さあさあということで、はいはい、第29回は、この企画いきたいと思います。特集こんな〇〇は嫌だ大喜利、はい、まあ、こんな〇〇は嫌だっていうお題はね、大喜利でライブとかでもよくあるんですけど、うん、そのちょっと変わった感じのやっていこうかと、はい、でまずは普通のこんな〇〇は嫌だが出ます、うん、はいはいはい、でその後にこんな〇〇はいい、はい、いいっていうのないでしょ、いい、あ、いいよ、聞いたことないです、うん、特殊だな、で、はい、こんな〇〇は普通だっていう、ちょっとそれもね、なるほど、はい、それでなおかつ面白くってことですよね、面白くってこと難しいけど結構難しいですよね、大喜利の定義がちょっと ね、 ね、あ、なるほど、いろんな、うん、可能性はちょっとあるかもしれないですね、うん、ちょっとやってみてさ、やってみてですね、新しい話が、うん、大前提でこんな〇〇は嫌だは、うん、間違いなく面白くないといけない、そうだね、うん、最初のプレッシャーよこれ1本目だけど、そうですね、いきなりそれだから基準をさか、そこでちゃんと作っとかないと、かかってますからね、お願いしますよ、です、はい、じゃあ行きましょう、はい、やりますか、じゃあ最初のお題はこちら、はい、こんなキティちゃんは嫌だいいですね、ね、シンプルな、あ、シンプルですね、はい、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、いつも発情しているまあ嫌ですね、嫌ですね、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、キティちゃん猫がモデルなんですけどね、毒蛇がモデルだ飛ばしてくるねちょっと飛ばしすぎじゃない、飛ばしすぎじゃない、ちょっと飛ばす、飛ばすないじゃないですか、あ、緊張感がない、はいはい、こんなキティちゃんは嫌だ、ミッフィーちゃんっぽい嫌だなかぶってるから、もういるからな、トビ絵うまいね、うまい、うん、この程度だったらいや俺よりは確実にうまい、これで褒めてくれ、そう、一旦俺の画力を試すためにも、うん、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、ミッキーマウスっぽいこれよ、うん、そもそもミッキーマウスっぽいですかこれそもそもがミッキーマウスっぽい、キティちゃん要素が、いや、まあ、ね、そもそもの話されたらさなかなかきついものあるけど、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、漢字表記だとこうだいい答えだな、いい答えだな、うん、いい答えだな、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、サンリオの株を買い占めている、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、ジョジョっぽいジョジョっぽいが、ジョジョっぽい、うまいな、うまいな、絵がいやこのレベルでうまいって言ってくれるの、うまいな、はい、こんなキティちゃんは嫌だ、
葉月ルーペをかけている。はい。こんなキティちゃんは嫌だ。あのキティちゃんってリンゴ3個分身長って言ってたの。ハイヒールリンゴ3人分だから結構でかい。嫌だな。5メーターぐらいです。あるね。うん。はい。こんなキティちゃんは嫌だ。なんかね、気持ち悪い。蛇口から出てくる。気持ち悪い。こんなキティちゃんは嫌だ。ずっと待つまずよ。悲しい、悲しい、うん、悲しい、はい、みんな絵で答え出してるもんね。あ、お題チェンジ、チェンジ、はい、次のお題いきましょう、はい、こちら。こんなブラック企業は。なるほど。そういうことか。そういうことか。ブラック企業は普通悪いんだけど、いいってことだ、うんうんうん、はい。こんなブラック企業はいい。ちゃんと見合ったお給料をくれる。うん、パワハラとかあるけど。あるけども、うん、ちゃんとね。こんなブラック企業はいい。企画は通りやすい。うん、こんなブラック企業はいい。うん、吉本だ。ブラック企業かけですけど、かけたな、けです。だいぶ大爆笑出ましたね、はい、いやこれはでもカットしません。カットしてよ。カットしてよ。いいだからやっぱり、いい、いいだからね、うん、いいはいいですもんね、うん、はい、うん。こんなブラック企業はいい。あのセクハラが、うん、あのセクシーゾーンに会えるハラスメント。いいね。うわ、めちゃくちゃいい。ね、いいね。ああ、いいですね。それはいいね。そんなセクハラはいいな、うん。はい。こんなブラック企業はいい。もうこう、働けば働くほど、どんどん健康になっていくのだ。どういうこと？なんかわかんないけど。なんかわかんないけど。うつ、ん、とかにはなんないですね。そうそうそう。あ、はい。こんなブラック企業はいい。僕の働いてる会社じゃないから全然いい。どれもいい、うん、あ、関係ないか。関係ないな、うん、いやー俺トビーのこういう答えすげー好きなんだよ、ね、うん、ルール外したやつ好きですか、うん、好き。本当ですか。大好き、はい、こんなブラック企業はいい。E ランク。いい、そっちの、あ、そっちのいい、ちょっと外しすぎましたね。ちょっと高瀬さんに超えちゃったな。超えるとダメですね。うん、確かに。いいことないから、うんうん。こんなブラック企業はいい。社名が、健全安心コーポレーションだ。あ、大チョイですね、はい。ラストのお題はこちら。こんな日曜日は普通だ。あ、はい。こんな日曜日は普通だ。なんかね、お父さんが家でゴロゴロしてる。言い方が悪い悪そうな言い方してる。あ、そういうやつか。こんな日曜日は普通だ、早く起きた朝はサンデーモーニングワイドなショー、アッコにお任せ。普通だね。普通です、うん、はい。こんな日曜日は普通だ。なんかね、昨日土曜日だと思ったら明日月曜日だ。言い方しますか。なんかねって始まる。いいだろ別に。俺が見つけた証拠だよ今。いや、めっちゃ面白いなってこんな日曜日は普通だ。人を殺したが我々悪魔にとっては普通だ。はい。こんな日曜日は普通だ。なんかね、ララポート豊洲に行ったらすげー混んでる。こんな日曜日は普通だ。サザエさん見ると、あー明日仕事行かなきゃって憂鬱になるよね。俺ニートだけど。
立場が、ね、ニートでも思いますよ、ね、ニートでも、ね、日曜我々もありますよね、あるあるある、ね、うん、別に月曜何もなくても曜日は関係ないですから、うん、カメラ見せた、いや考えてよ全然考えてなかったね、そうかそうか、ちょっとこっち集中しないといけない、待って、ちょっと、長さんね、考えてない、あ、ごめんごめん、いや、考えて、たまたま考えてる方向にカメラがあったの、違うでしょ、明らかに狙ってないでしょ、だって今の、だってやめてよ、なんですか、せっかく考えてたのに、うん、やめてよ何の顔なんだろう、知らないです、制限時間あるんだから変な長いですから、いや、そんなのほら、終わっちゃった、カメラ目線で遊ぶから、終わっちゃった、ごめんごめん、カメラ目線大喜利になっちゃったじゃないですか、でも難しいですね、やっぱそうね、はちょっとパターンが、さすがにのがいいのやつ、やっぱトビ得意な感じだったね、いい、すごいですか、いいわね、なんか面白かったな、企画は通りやすいの面白かったな、すごい真っ当な、うん、正解の答えだった、正解やね、どうすか、そのやってみた感じ、普通だとかいいとか、あ、普通だはちょっとなんか可能性感じますね、あ、そのやっぱね、ブラック企業とか、うん、悪いものがみたいな前提があれば、うん、なるほど、お題としては結構確かにじゃないか、普通はな、どういうのがいいんですかね、普通、うん、それもやっぱ異常っぽい方が普通っていう、あ、振りが効くんですかね、確かに、こんなダース・デイダーは普通だだったらどうなんだろう、あー、ダース・デイダーの、うん、あのキャラの普通のことなのか、こっちが思う普通のことなのか、ね、あ、2個あるんですね、2個ある、日曜日が一番いいよ、日曜日幅ちょうど幅も広くて、その後にだから普通のまた丸々は嫌だっていうのを考えると、なるほど、なんかベースがまずそこで出来上がるじゃないですか、なるほど、そこから崩しやすくはなる、なるほどね、ああじんぐりじんぐりやっていくとね、なんかかもしれないですね、なんかトリップできるかもね、そうですよね、なんか、あ、それいいかも、基準頭脳みそいいですね、うん、じゃあちょっとその辺も考えながら、また別の機会にやるかもしれない、はい、ありがとうございます、高さおぎりくんのツイッターのアカウントございますので、はい、はい、こちらの方をフォローして、はい、どこかな、ここ、あ、ここだ、あ、ここだ、出てきましたね、出てきたありますので、フォローの方よろしくお願いします、あの過去の回答なんかもこちらでアップしていければと思いますので、うん、はい、それからメディアプロデュースジャパンの、メールアドレスあります、はい、はい、こちらにありますので、何か意見等ありましたら、うん、こちらまでお願いいたします、うん、はい、はい、ということで、第29回高さ大喜利クラブでした、終わり。